この動画ではスマートフォンの基本操作を3つご紹介いたします。スマートフォンの各ボタンやホーム画面の見方、そしてコントロールセンターについてです。まずは基本となるスマホの操作や画面の見方を学びましょう。はじめにお持ちの iPhone について確認しておきましょう。画面の下側にホームボタンと呼ばれるボタンがある場合とない場合があります。ボタンのありなしの違いだけで使い方が大きく変わることはありませんのでご安心ください。続いて本体の周りにあるボタンの役割を確認していきましょう。本体の左側面にスイッチが1つとボタンが2つ並んでいますので確認してください。そのうち一番上にあるスイッチがサイレントスイッチです。左右にカチッと切り替えてオレンジ色のラインが表示されている時が消音モードです。下2つのボタンは音量調整ボタンです。上を押すと音量が上がり、下を押すと音量が下がります。音量調整ボタンはその時聞いている音の調整をします。次に本体の右側面にあるのがサイドボタンです。短く押すと画面がついたり消えたりします。画面が消えている間はスリープ状態で電池の消耗を抑えてくれます。それではロックを解除して iPhone を使用していきましょう。まずはホームボタンがない場合のロック解除方法です。まずサイドボタンを押します。画面が明るくなり日時が表示されます。画面下に表示される白い横棒のあたりを指で上に向かってなぞります。ホーム画面が表示されます。最初に表示される画面がホーム画面で iPhone のメインとなる画面です。次にホームボタンがある場合のロック解除方法です。画面の下側にある丸いボタンがホームボタンです。画面の下側にあるホームボタンを短くカチカチっと2度押しましょう。ホーム画面が表示されます。ここでホームボタンがある場合とない場合での操作の違いについて確認しておきましょう。ホームボタンがないモデルの場合、アプリを起動すると画面の下にホームバーが表示されます。ホームバーやホームボタンはアプリを終了するときやホーム画面に戻るときに使用します。ホームボタンのないモデルをお使いの方はアプリを終了するときホームバーのあたりから画面を上に向かってなぞってください。ホームボタンがあるモデルをお使いの方はホームボタンを短くカチッと押しましょう。続いてホーム画面の見方を確認しましょう。ホーム画面に並んでいる四角のマークのことをスマホではアプリと呼びます。アプリとは機能のことです。画面の上を右から左に指を滑らせると次のページが表示されます。スマホには電話やメールといった基本アプリに加えて多彩な機能があらかじめ入っていますので、アプリを追加しなくても十分に楽しめるようになっています。画面の一番下にはドックと呼ばれるページを変えても動かないように固定された部分があります。よく使う4つの機能を並べておけば探す手間が省けて便利です。一番最初の画面に戻す場合は画面を下から上になぞります。ホームボタンのあるモデルの場合はホームボタンをカチッと短く押しましょう。ホーム画面に表示するアプリは並び替えもできます。よく使うアプリを表示しておくとすぐ使えて便利です。並べ方はソフトバンクショップのスマホ教室の応用編でご紹介しております。続いてはコントロールセンターです。コントロールセンターはよく使う項目の簡易設定や各種通知の確認ができます。
それではコントロールセンターを表示してみましょう。画面の右上の縁から下になぞってみてください。コントロールセンターが表示されました。このように複数の項目があり、画面の明るさを変更したり、Wi-Fi を設定したりできます。コントロールセンターの下をタップすると、ホーム画面に戻ります。スマホでは、画面を軽くちょんとタッチすることをタップと呼びます。基本操作については以上です。その他、機種別の詳しい使い方については、ソフトバンクのショップでご案内しております。ソフトバンクではスマホデビューのお手伝いや持っているスマートフォンをより活用していただくためのサポートを行っております。ソフトバンクのスマホ教室は全部で30講座以上、どなたでも何度でもご参加いただけます。ご家族やご友人と一緒にご参加ください。